セジウィック軍地図、セジウィック軍はアメリカが州国カンザス州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は49万8365人であり、2000年の45万2869人から10.0%増加した。カンザス州では人口最大の軍である。軍庁所在地はやはり州内で人口最大の都市を一タ市である。 セジウィック軍は、ハーベー軍、バトラー軍、サムナー軍と共に、ウィチタ大都市圏を構成している。セジウィック軍は1867年に設立された。軍名は、南北戦争で北軍の少将を務めた、ジョン・セジウィックにちなんで名付けられた。1887年、シカゴ・カンザ・スネ・ブラスカ鉄道は、ヘリントンからコールドウェルに至る南北方向の支線を建設した。 この支線は、ヘリントンから、ロストスプリングス、リンカーンビル、アンテロープ、マリオン、オールン、ピーボディ、エルビング、ホワイトウォーター、ファーリー、ケチ、ウィチタ、ペック、コービン、ウェリントンとコールドウェルを結んだ。1893年までにこの支線は、テキサス州、フォートアースまで順に延伸された。この線は、オークトと呼ばれた。 シカゴ・カンザス・ネブラスカ鉄道は1891年に倒産し、シカゴ・ロック・アイランド・アンド・パシフィック鉄道に買収された。さらにこの会社は一世紀後の1980年に閉鎖され、オクラホマ・カンザス・テキサス鉄道に再編され、1988年にはミズーリー・パシフィック鉄道と合併し、1997年にはユニオン・パシフィック鉄道と合併した。 地元の人はこの線をロックアイランドと呼んでいる。セジウィック軍はアルコールを禁じる、すなわちドライの軍だったが、1986年にカンザス州憲法が修正され、住民は投票で個人がたしなむアルコール飲料の販売を承認した。ただし、食料販売量の30%までという制限がついた。この制限は1988年に撤廃された。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1009.41平方マイルであり、このうち陸地は999.38平方マイル、水域は10.03平方マイルで、水域率は0.99%である。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。セジウィック軍は27の軍区に分けられている。 ベルエア氏とイチタ氏は政治的に独立とみなされ、下記軍区の数字からは外されている。下表で人口中心は最大都市であり、特に大きな数字でなければ軍区の人口に含まれるものである。セジウィック軍には以下の公共用途空港がある。ありがとうございます。